第日本政三党は1931年に決闘された国粋ファシストの政治団体。第2代党首、吉田桝造第3代党首、川上理事当初は国流会大阪支部長の吉田桝造が提唱し、現用者系の内田良平の賛同を得て、大阪中央公会堂において結成された。その後、1931年11月20日、現用者系の遠山みる、 内田良平党の国流会の主な構成員、日本国民党、津久井達夫の旧新愛国党などが合同し東京の赤坂の三階堂において決闘式を行った。約1500名が参集した。本部は当時の東京市麹町区長田町に置かれた。1932年1月には愛国旧新党、大衆党長野県連の旗一馬の一派、 大日本帝国陸軍大阪労働組合、横浜自治核政党などが解消、入党姿勢力を拡大した。当時の多くの国家主義団体は幹部編長であったが、大日本政三党は一部の労僧も参加に加え、1932年には党員1万6千人を称していた。しかし、1933年7月の新兵隊事件において青年部員が多数連座し、 検挙され、さらに内部対立の影響もあって、党員数は減少。1940年に結成された、大政翼賛会を批判し、東場政権に対しても、距離を置いたが、1942年6月には、政治団体としての性格を持たない、思想団体、第二本一新会に改組された。戦後の1946年1月4日、占領軍により解散命令を受けた。 占領統治終了後、鴨田徳一らにより再建され、紀元節復活運動、三井三池葬儀への介入、北方領土返還運動などを行う、国政選挙に出馬することもあった。機関紙は改造戦線、共民新聞の2紙、打倒政党政治のスローガンを掲げる、1932年5月15日の犬会、 竹子総理大臣暗殺事件に際しては、声明書において、政・民両党が国家を害した興奮の激勢として擁護した。亡国的資本主義経済組織の根本的、改革生産者立国の国家統制狩り的金融の、規制中、政・民両党絶対排撃国族共産党、全共、阿流共産主義党、社会民主主義打倒詳細は、阿久津村事件を、 参照1931年12月、栃木県阿久津村で全農組合員、全国労働大衆党員らの大崎葬儀に反対し、大日本生産党員が組合員党に対して暴行を行った。小作人側はこれに対抗して、竹あり、日本党を用いた乱党となり、1932年1月9日、大日本生産党の党員17名が殺傷された。 ありがとうございます。